投げる方がラッキーカラーですか。ラッキーカラー、有吉さん、ラッキーカラーとかあるんですか。色ね、なんか結構さ、はい、小学校の時ってさ、やっぱ男は青を選ぶじゃん。うん、そうですね。で、女はやっぱ赤とかピンク。ピンク。とか、だから逆に、まあ昔、今の子は違うかもしれないけどさ、うんうん、昔の田舎のガキなんてさ、はい、そうね、みんなが青持ってる、なんかピンクだ赤だ持ってるとさ、はいはい、あら女だなって。ありましたね。バカにされたり、うん。言われましたね。したもんよ。うん、で俺はさ、もう周りのクソガキどもがさ、みんな坊主頭や、もう。はい、うちの田舎なんて、はい、もうめんどくせえから、もうバリカンで買っちゃえっていう田舎だから、もうみんな男は坊主、もう高井さんみたい、もう坊主、高井さんみたいな。何でいちいち言うんですかそれ。何で言うんですかいちいち。坊主、坊主でしょ。子供たち坊主な中、はい、うん、俺はお袋の趣味で髪が長かったの、はい、はいはいはい、ちょっとおかっぱ、なんならちょっとおかっぱみたいな感じが、あ、写真でね、続いてたのよ。見ますよ。だから結構ね、うん、あの女だとかオカマだとか言われたもんよ、はいはい、でそれ嫌だなと思ってた、だから結構その言動とか行動が乱暴になっていくんだけど、それが嫌で、あ、反発で、それを払拭しようとしてね、はいはいはい、それなんだけど5年生ぐらいになった時に、うん、冬のジャージを買うっていう時に、はいはい、俺は思い切って赤のナイキのジャージを選択したの、はい、あれすごいですねそれ。あえて、あえてなんですかその、みんな青とか黒選んでる中、はあ、俺赤いったよ。そこって大体こう、まあ俺のやっぱりその反骨心だろうね。赤着てるから女って何なんだっていう、はあ、俺は赤着るよ。そこ目覚めちゃったわけじゃないですか。モテたね。モテました。そっから、ああ、有吉さんって赤んだね。有吉さんって何で、いや、ほん、いや、あの反骨心、俺反骨心が良かったんだと思ってんだよ。あ、一人だけ違うっていう、もうそっから俺のことを赤だからって女って呼ぶやつはもういなくなったね。そうなんですか、うん、俺もその頃うんことか掴んでたからね、平気で。よっかねえ。だから女って呼ぶやつはいないよ、ね、いや、いないでしょ。うんこ掴みと呼ぶやつはいたけど、ね、妖怪じゃないですか。赤いジャージ着た妖怪じゃない。いや、だからおっかねえな、それ。それはね、今ちょっと、例えばいじめとか悩んでる子がいたら、ちょっと励みになったらなと思ったわけ。うんこつかめばいいんですか。そう、だから自分の中でなんか、はい、あの目線を変えちゃえばいいっていうこと。ああ、なるほど。女って呼ばれたくないんだったら、うんこつかんじゃえ。わかる、わかります、わかります、うん、メガネって呼ばれてんだったら、もうメガネを、メガネしててもいいけど、チンコ出しちゃえばいいんだよ。さあ、チンコ出しって呼ばれちゃう。おい、メガネって呼ばれてて、もっとひどいことになりません、それ。メガネって呼ばれたら、メガネ外してコンタクトにしようと思うだろう、はい。浅はかだよ。違うんすか。そうすると、もっと強くなるのよ、うん。おい、メガネ外してコンタクトにしやがったな。モテようとしてやがんな。おい、メガネのくせにコンタクトって言われちゃうから。そう思い切ってチンコ出しちゃう。メガネ外さずにチンコ出してる。いや、もっと言われます。みんなどう言う？メガネのこと言う？言わないですよ。ただ近寄らなくなりますよ。上等だろ、そんなもん。声もかけなくなります。いや、上等だよ、そんなの。そっちの方がいいです。それはそうだ。モテるよ、その代わり。モテます。チンコ出してる。いやいや、そういうセックスシンボル丸出しはモテないですよ、逆に。それ隠したら、じゃあちょっとレースで隠しちゃいいね、ちょっと。さあ、不気味なやつ。透け感の、透け感のある布で。いやいや、おちんちん隠して。いやいや、不気味ですよ、それ。不気味かどうかは知らねえけど、メガネとは呼ばれない。呼ばれないですよ。そういうことだっつうんだから。チンコレース隠しって呼ばれますよ。で、次チンコレース隠しが嫌だったら、また他のことをやればいいんだよ。うわぁ。そういうもんだよ。目線を外していくんだ、外していくんだ。ああ、なるほど。言われる前に。この今のこの短時間のお話で勇気づけられた少年たちいっぱいいるぞ。絶対そう思っていますかね、うん、だから俺のラッキーカラーは、はあ、コンコンかい、赤じゃないんかい。赤の話だ。宛先、はい、宛先。